近道だと思いますわ。あ、本当ですね。ありがとうございます。いや、しかし初めはどうなることかと思ったけど、フェンネルがいて助かったよ。うん、あれだけの数の黒も、私一人だったらきっと対処できなかったかな。礼を言うのはまだ早いですわ。私たちの目的はオーダーを、アルシーブ様を止めることですわ。それを果たして、初めて私たちの協力体制は成功だったと言えますの。ただ一つ聞かせてほしいことがありますわ。先ほど札弓根を見つけた時、キララには何が分かっていましたの？私はランプの集めてくれた情報を信じただけなので。嘘は嫌いです。信じているというだけで、あの言動につながるとは思えませんわ。ランプの情報以外の何かをあなたが握っていたと考えなければ、あまりにも不可解です。改めて尋ねますわ。なぜあの壁の向こうに弓根が絶対にいると言い切れましたの？それはそんな感じがしたんです。そんな感じ？はい、この壁の向こうにはたまきさんたちとつながりのある方がいるって。つながり？それは私とアルシーブ様の間にある強固な絆のようなものですか？多分そんな感じです。またそんな感じですの。クリエイト・エイジが見えてきましたわ。